こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ローライ 35S の、ブラックバージョンになりますね。大変コンパクトで、可愛いカメラになりますので、女性などにも人気のカメラになっております。はい、はい、ご覧の通りローライ 35S ですね。 S はですね、このご覧の通りこのレンズがゾナーというレンズがですね搭載されておりまして、そのゾナーの S ですね。はい、このようにグッと引っ張り出して使用いただける感じになってますね。はい、全体的にはですね、使用感がうっすらと見られるものの、こう小さい当たりは当たりやすればあるものの、目立つようなですね、こうぶつけてしまった跡や当たりへこみは見当たらないですね。はい、はい、ご覧の通り針側もしっかりしてますしね、こう落として歪んだりもしてませんし、全体的に綺麗な状態だと思います。ここぐらいですかね、ちょっとぶつけちゃったような跡があるだけですね。はい、レンズもですね、もちろんかなり綺麗な状態でして、こう、コーティングもしっかり輝いてますね。擦れ傷や引っかき傷、コーティングの剥離、劣化などはないようですね。はい。全体的なこの樹脂の感じも、劣化や、擦れ当たりなどなく非常に綺麗ですね。はい。ご覧のようにですね、この、左側がシャッタースピード。この右側が、絞りは調整してますね。このボタンをですね、グッと押しながら、こう、絞りを動かしていただく感じになります。はい。はい、ご覧のように絞りが動いてますね。はい。この絞りを動かすときにですね、このボタンを押し忘れないでくださいね。これ、ガリガリっと音がして壊れちゃいますんでね。はい。で、ピントがこの目測なんですね。はい。覗いてもですね、ピント可変しませんでですね、こちらのこのメートルとフィートがありますんで、まあ、このメートルで大体の距離を合わせて撮影していただければと思いますね。はい。はい。こちらのファインダーになってるんですけれども、ファインダーも綺麗で見やすいですね。曇りカビとかですね。この素材の劣化、ゴミ散りの混入もなく、非常に綺麗なファインダーになってますんで、こう覗いてですね、パッと撮影していただけるような感じになってますね。で、露出系がついているんですけれども、こちらがですね、きちんと生きてますね。はい、ご覧のようにですね、白い細い針が見えていると思うんですけれども、これですね、細い方の針がこの露出系になってますね。はい、ご覧のように、きちんと動いてますね。はい、おおむね正確な測光をしておりまして、この細い針にですね、この絞りやシャッタースピードをこう動かしていただくとですね、この先の丸いオレンジ色の針が動きますんで、これを白い細い針に合わせていただければ、まあ、おおむね適正露出で撮影できるという感じになってますね。はい。まあ、普通のカラーネガ程度でしたらですね、これの通りに撮影していただいて全く問題ないと思いますね。こうですね、独特のこの滲んだようなですね、水彩画のような映像が撮れますので、ぜひですね、一度お使いになって見ていただけたらと思いますね。巻き上げもこちらですね。はい。あ、これ電池をですね、これ入れなきゃいけないんですけれども、電池とフィルムはこの底蓋を、これを、スイッチを、開けていただいて、こちらがですね、ここパカッと。スライドして開けていただけるんですね。フィルムを装填していただくときは、ここに入れて、巻き込んで、こうパタッと閉めていただくようになるんですね。で、電池がですね、この10円玉でこう、この蓋を開けていただけますと、入れられるようになってますね。はい。今回ですね、電池が付属しませんので、こう電池を必ず入れてですね、ご使用いただければと思いますね。はい。この電池がですね、露出系のための電池になっておりまして、電池がなくてもシャッターは切れますので、もしですね、この露出を合わせるのに、感覚がある場合はですね、露出系がなくても
電池がなくても写真を撮っていただくことはできますね。はい、まあ、単体露出系か、露出感覚のある方はですね、電池がなくても全く十分に写真撮れますね。はい、でこうレンズを引っ張り出してご使用いただくんですけれども、元に戻していただくときはこちらのスイッチですね、この上のスイッチをこうグッと押していただくって、ちょっとこう回転させていただいて、でグッと入りますね。引っ張り出すときは引っ張り出してからこうこちらにカチッとですね、回転させてもらってロックしてくださいね。はい、今回はこのハンドストラップですね、こちらとこのローラーのですね、専用の革のポーチ、こちらをお付けいたしますね。はい、ということでですね、非常にコンパクトで可愛らしいカメラですね。旅行などに持って行って、撮影していただくとですね、なかなかいい、面白い写真が撮れますので、ぜひ1台お持ちいただければと思いますね。はい、ローレス35の、外観光学、内部機構露出系ともに全く問題のない答えになりますので、ぜひチェックしてみていただけましたらと思います。以上です。